サービー、e h k はーい、タビです。というわけで、今回は、初収益が、振り込まれました。いやー、この収益に関してもね、めちゃくちゃ聞かれます。えー、YouTuber っていうのはすごいねって、だいたい高確率で、えー、いくらもらってるのっていう感じで、えー、聞かれますねちょっと今回は、 それを、えー、公開しようと思います。ぜひ YouTube 始めたい方、収益化を目指している方、えー、参考になれば嬉しいと思います。えー、前半が、えー、収益公開、えー、後半は収益の仕組み、えー、収益化申請から、えー、収益が銀行口座に振り込まれるまでの流れを、えー、ご説明したいと思います。それでは最後までよろしくお願いします。 では早速、金額の方を行きたいと思います。YouTube、収益額は振り込まれた収益は、なんとじゃーん !11,410 円でしたありがとうございます。えー、これは皆さんが、えー、いつも動画を見てくださって、こうやって、ありがとうございます。 この額を多いと見るか少ないと見るか、えー、それは人様々でしょうが、えー、今まで、え無収入だったことを考えると、本当にありがたいです。<laughs> えそして今現在、えー、YouTube を始めて、収益化を目指している方にも、参考になればなと思います。えー、私はですね、えー、2020年9月5日に、 YouTube を始めまして、えー、去年2021年、えー、12月の17日に、えー、1000人を達成しました12月の、えー、21日からですね収益化がオンになりまして、えー、21日から31日まで、えー、10日間の、えー、収益がこの額になります YouTube の収益金額を発表していいのっていう声もあるかと思いますが収益に関してはですね振り込まれた額を正確に発表するのは OK ですですが推定金額まだはっきりあのいくら振り込まれますよって出る前に推定金額の額を発表するのは NG です 実際よく聞かれるのが YouTube の収益の仕組みですねそれをご説明したと思いますまず収益条件のお話ですね収益の条件は登録者数が1000人以上、えー、そして過去1年間の総再生時間が4000時間以上この2つの審査に、えー、通ると えー、動画に広告がつくようになって、えー、収益が発生する仕組みとなっております、えー。私が初投稿したのが2020年9月5日ですね。えー、そして総再生時間4000時間以上が、えー、先にクリアしました。登録者数1000人以上が、えー、2021年12月17日に、えー、クリアとなりました。ずでした。よっしゃー で、どうすればいいんだって思ったんで <laughs>、えー、え先に達成して、もう収益化している方に聞いたんですよね。えー、先に達成したんでどうすればいいのっていうことで、えー、収益化申請っていうのが、えー、一刻も早く必要となります。12月18日に、えー、パソコンから、え収益化申請を行いました。12月19日に審査を、えー、受けました。 そしてその2日後ですね12月21日に収益化がオンになりましたさすが Google さん早いですね YouTube スタジオで今までた動画だーってあるのに動画に広告をつけるんですよね広告の種類が何種類かあるんですがそういうのを自動でつけてもらいますあとは一個一個 設定もできますねあとできる方になるとチ、えー、ャプターごとに収入、えー、を挟むっていうようにもできますね、えー、私は本当スマホ一台で始めた、えー、チャンネルなんで広告は全部つけてあとは放置貼、えー、れる広告をつける動画は全てつけてみました12月21日に、えー、収益化オンで広告スタートです そこから Google AdSense っていうところですね。紐付けしないといけないですね。えー、Google AdSense にログインして自分の YouTube を、えー、反映させます。えー、YouTube の、えー、収益は Google AdSense から、えー、私たちに入っていきます。なので Google AdSense に紐付けしてください。えー、次に Google の本社から、えー、こちらに えー、郵便物を送りましたというメールが来ますなので届くまで待っててねっていうことなんですね、えー、通常は1ヶ月以内に、えー、来る、えー、予定ですが <laughs> 12月24日に、えー、その住所確認のメールが来まして、えー、私の手元には1月6日に、えー、その郵便物が届きましたねそれはこちらですついにこれ来ちゃいましたね じゃじゃーん。Google アドセンスから。わかりますかこれ。これです。これなんですね。開封じゃじゃーん。これね。番号を Google に打ち込みました。えー、これで受所の確認が取れたんですね。 そして今度は銀行口座と紐付けしなきゃいけないんですね。えこの住所に、えー、私が住んでいるのは確認できたんですが、えー、銀行口座を、えー、証明しなきゃいけないんですね。次は。2、3営業未来に、えー、数円、えー、お金が振り込まれるというんですね。そしてそれが振り込まれたのを確認して、その何円という数字を、えー、打ち込むんですねで。明日数円振り込みますから、 いくら振り込まれたか、えー、確認して、えー、入れてくださいっていうことで入力して、えー、確認が取れましたでそれで、えー、Google アトセンスから、えー、お金はもうもらう、えー、状況になりましたそれでは実際にパソコンの画面を使って、えー、お見せしましょう、えー、まずチャンネルですねそして右側にあります動画を 管理ここを押すとですねえー、チャンネルのコンテンツが出てくるんですねそしてこの左の下の方収益受け取りここを押すとチャンネルの収益化となりますえー、ここは概要ですがまあいろいろえー、こちらの方ですね YouTube パートナープログラムのオプションとなっております そして、ここで、えー、月の収益の確定額は、アドセンスでご確認いただけますとなってます。ここを押すと、はい、えー、Google AdSense の画面に出てきますね。そして、この残高を押すと、お支払いページを表示。はい、ここで、えー 最初の支払額1月21日に支払った額が表示されておりますそして収益は合計金額が8000円以上の場合に毎月支払いが行われますとなっておりますなので8000円いかない場合は次の月に繰り越しなんですねそしてたまっていって8000円以上になったら えー、支払いが行われるということです。そして、この、えー、チャンネルアナリティクスですね。ここの画面で、えー、概要や、えー、リーチ、エンゲージメント、えー、視聴者、そして収益を見ることができます。 これが2021年12月の収益となってましてここですね12月21日に収益化となりましてそこからグラフが上がっていってますねそしてとある動画がバズっていましたのでガクッと飛び出しているところがありますが12月31日までの10日間でこんな感じですね 私は12月17日に1000に行きまして、実際に収入、収益が入ってきたのは1月21日でした。1ヶ月はかかりましたが、実際他の1000に行った方の動画を見ると2ヶ月かかったという方もいらっしゃいますので、早かったのかなと思います。この動画を見て、 もう少しで1000人いく方それからこれから YouTube 始めて1000人目指そうという方参考になればと思っております YouTube は続けることが大事なんでこれからもですね気長にマイペースにやっていきたいと思いますんで えどうぞよろしくお願いします。それではまた旅でした。またお会いしましょう。ちゃんちゃかんちゃん。旅いい旅いい旅旅チャンネル。見てくれてありがとう。じゃーん。